ピーチは現在空飛ぶ電車というコンセプトのもと、皆様に愛されるエアラインになるべく日々努力しております。空飛ぶ電車、とっても夢がありますよね。ピーチは数年前より南海電鉄と共同で極秘プロジェクト、通称 PNTP を進めており、ようやく本日発表することとなりました。夢は叶います。本物の空飛ぶ電車の誕生です。空飛ぶ電車の特徴をご説明いたします。見た目はまさに空飛ぶ電車。混雑が予想されますので、思い切って連結させます。これにより輸送人数が倍以上になりました。呼び投げ閉まります。要注意ください。駆け込み乗車は危険ですので、おやめください。ご遠慮ください。大きな山もひとまたぎ、ロボットモードへのトランスフォームも可能です。発着地は南海難波駅です。難波で観光、グルメ、ショッピングを楽しんでいただき、すぐにそのままご乗車いただけます。電車の旅といえば駅弁ですよね。空飛ぶ電車ではロケットを背負った売り子が皆様に出来たてのお弁当をお届けいたします。他にもよりスムーズなチェックインを目指して IC カードトボカの導入、最終的には難波発宇宙の旅もお楽しみいただこうと考えております。空飛ぶ電車へのご搭乗を心よりお待ちしております。